はい、みーままでーす。今日は腹筋で購入した良かったものと、あとリピートしてるものを紹介していきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。それではスタート。はい、ということで紹介していきます。たくさんあるんですけど、全部紹介してると結構時間がかかっちゃいそうなので、分けて紹介しようと思ってて、今回はキッチンで使ってるものを紹介していきたいと思います。まずこちらの米を研ぐものなんですけど、これはキャンドゥで購入したもので、もう何年もこれを使っていつも米を研いてます。こんな感じなんですけど、この、ね、先でこうやって米を研いで、水を切るときはここにね当てて、こう水を切れるようになってるんですけど、まあ、私はあんまりこうは使わないですね。ほんまはね手でやった方がいいんかもしれないんですけど、私ネイルもしてるのでこれを愛用しています。続いてこちらのしゃもじになります。サンドゥにもあるし、セリアにも確かあったと思います。で、色もね黒もあるんですけど、私はねいつも白を使ってて、色もね多分動画で紹介したことあると思うんですけど、立つようになってるので、ご飯をねすくった後にこうポンって置けるのがすごい便利で、これもずっと愛用してます。続いてこちらの計量スプーンになります。こんな感じです。これも確かキャンドゥとセリアでゲットできたと思います。多分使ってる方多いと思うんですけど、このね柄の部分が長いのでこうすくいやすくて、これも何年も愛用してます。続いてこちらのお玉になります。これはどうやったかな、これもキャンドゥかな、これちょっとすいません、どこやったか忘れたんですけど、もう先の部分わかりますかね。これたこ焼きするときにすっごい便利で、いつもこれを使ってます。これを買うまでは計量カップにたこ焼きの生地を入れてこう流し込んでたんですけど、これをね見つけてからずっとこれを使ってて、流しやすくてすごいね、これも気に入って使ってます。続いてこちらのスプーンになります。もうねずっと使ってるものなんですけど、すごい使いやすくて、私大好きで、丼とか雑炊とか食べるときはこれをねいつも使ってるんですけど、形がねすごい持ちやすいんですよ。例えばね子供たちにご飯をあげたりするときも、このね先の部分がそんなに太くないので、子供のね口にもこう入れてあげやすくて、これもすごい気に入って使ってます。続いてこちらのピザをカットするものなんですけど、これももうかなり前に買ったやつで、確かセリアかキャンドゥやったと思います。これはねよくコストコで買ったピザを切るのに使ってます。見た目もねすごい真っ白で、結構ね100均なんですけど使いやすいし、無駄なものがなくて洗いやすいので、これもねすごいおすすめの商品です。続いてこちらの鍋つかみっていうんかな、これ今年ゲットしたやつなんですけど、こんな感じで挟めるようになってます。後ろにね磁石がついてるので、このままね冷蔵庫とかにペタって貼り付けることもできます。私は冷蔵庫に貼り付けずに棚の中にしまってるんですけど、お鍋をこう掴むっていうよりは、私はオーブンあるじゃないですか、オーブンのトレーとかをね取るときによくこれを使って取ってます。続いてこちらのクリップになります。これもかなり必需品で、これはセリアに売ってます。これちょっとね短めなんですけど、もう一つこれぐらいかな、これぐらい長いのも売ってて、その長いやつも結構使えるんですけど、お菓子とかをね締めたりするときに使うので、このちっちゃい方を使うことが多いです。家はもちろんなんですけど、お出かけした時のお菓子の食べ残しやったりとかにもよく使ってます。見た目もねすごいシンプルなんで、これもねかなり気に入ってる商品です。続いてこちらの名前ちょっと忘れちゃったんですけど、ゴミ袋とか袋を収納するケースになります。これは確かセリアかキャンドゥで買えたと思います。こういう袋類は全部このケースに入れて収納するようにしてるんですけど、すごいねこう1枚がパンって簡単にね取れるので、これもかなり気に入って使ってる商品です。続いてこちらのニトリル手袋です。ちょっと前のセリアの動画でも紹介したんですけど、私はいつもこのニトリル手袋を身につけて、で洗い物したりしてます。続いてこちらもセリアで購入できるものなんですけど、でここにねボタンがあるのでピッて開くと、これもセリアで購入した袋の輪ゴムを入れてます。このね輪ゴムもすっごい使いやすくっておすすめなんですけど、使わない時はこうやって閉めれて、使う時にねポンってすればいいので、これもねすごい使いやすくておすすめです。で続
続いてまな板になります。こっちも両方確かセリアで購入できるんですけど、お料理とかはよく質問でいただく正方形のフランフランで購入したまな板を使うことが多いんですけど、ちょっとしたね物を切ったりとかするときはよくこの2つを使ってます。これぐらいのねまな板を 1,2 枚家に置いとくとすごい便利やと思います。続いてこちらの名前何やったかな、とにかく洗いやすい容器タッパーやったかな、なんかそんな感じの名前やったと思うんですけど、これもねすごいおすすめです。見た目は普通のタッパーなんですけど、ほんまにね名前の通りすごい洗いやすくって気に入って使ってますね。蓋をしたまんま電子レンジが OK なので結構使えます。続いてこちらは袋のケースじゃなくて割り箸やったりとかねストローのケースになります。さっきのとは違って上の部分がこんな感じになってて、まあ上が割り箸で下がストローなんですけど、1本ずつねこうやって取り出すことができます。割り箸もこうやって取り出すことができます。これもねすごい使いやすいので気に入って使ってます。これも確かセリアで購入できたと思います。続いてこちらの使い捨てのスプーンとフォークなんですけど、このケースはね無印で購入したケースに入れて使ってます。こっちが大人用でこっちがね子供たち用にしてるんですけど、こっちの子供たち用の中身ははいこんな感じでミッキーのスプーンとフォークになります。お友達が来た時とかもご飯をみんなで食べるってなったらこれをねみんなに使ってもらってます。これはねセリアで購入できます。でこっちの大人用なんですけど、大人用はねこんな感じで、これは確かダイソーに売ってたと思います。続いてこちらのケースになります。ちょっとねもう中はドバッとスーパーの袋を収納してるんですけど、このケースが大好きで、これ多分動画で紹介したと思うんですけど、キャンドゥにね売ってた商品なんですけど、もう今廃盤になっちゃって売ってないみたいでちょっと残念なんですけど、これもねすごい気に入ってずっと使ってます。またね販売してほしいです。続いてこちらのプレートになります。これねよく質問でいただくんですけど、こちらはダイソーで購入しました。今日もねホワイトやしこれね、プラスチックなので、すごい使いやすくて、洗いやすいんですよね。なので気に入って使ってます。続いてこちらの、これなんて言うんやろ。ちょっと名前わからないんですけど、普段はね、敷かないんですけど、油が飛ぶようなものやったりとか、そういう料理をするときだけ、コンロに敷いてます。吹きこぼれた首とかの汚れとか、もう掃除がすごい楽なので、はい、こういうのをね、使うのもすごいおすすめです。これは確かダイソーで購入して、たまたまね、こんな感じでこのトーンの柄があったので、今はこれがお家にあります。続いてこちらの容器になります。これもよく質問いただくんですけど、こっちはねちょっとどこでやったか忘れて、ダイソーかセリアとかその辺やったと思います。で中の網はねセットで売ってました。これはね揚げ物した時によく使ってます。この小さいのと大きいのはセリアで購入したもので、小さいのと大きいのもすごいね使い勝手が良くって気に入って使ってます。続いてこちらの袋なんですけど、玉ねぎとかじゃがいもを入れて保管するようにしてます。まあ、そういう専用の袋みたいなんですけど、セリアで購入できます。続いてこちらのスタンドになります。これもね一回動画で確か紹介したんですけど、ここをねバーッと開くとこんな感じの形になって、ここにね袋を取り付けて、でちょっとしたゴミ箱とかにできるのですごい便利です。他にも洗い終わったコップやったりとかペットボトルとかも挿して乾かすことができるので、で収納する時もコンパクトになってくれるので、これもね買ってよかった商品です。続いてこちらのスポンジになります。これももう何回も動画で紹介してるので知ってる方多いと思うんですけど、これはもうずっとリピートしてる商品です。こちらはセリアで購入できます。こちらは排水口ネットなんですけど、これもねもう何回も動画で紹介してます。私はねいつもこのセリアに売ってる排水口ネットを使ってるんですけど、これもねもうずっとリピートしてる商品です。続いてこちらの容器になります。このトーンインテリアの時もよくお世話になった商品なんですけど、ね、コーヒーのシロップとかを入れて収納してます。でこれが3つあって、ミルク入れたりとかシュガー入れたりとかして収納してます。続いてこちらのコップになります。めっちゃ綺麗なんですよ。わかるかな、めちゃめちゃ綺麗で、
こんな感じでプラスチックなので、あの割れる心配もないので、これもね、ほんまにフランフランとかに売ってそうな感じのコップなので、100均には見えないのでかなりおすすめです。で、これはね、ダイソーで購入できます。続いてこちらのラップケースになります。普段使うラップケースは楽天で購入したものを使ってるんですけど、たまに100均で可愛いアルミホイルとかが売ってることが多くって、で、それをね、何個か持ってるんですけど、そのアルミホイルたちをね、今はこのケースに入れて収納してます。で、中身はこんな感じで、モノトーンのアルミホイルが入ってるんですけど、これはそんなに頻繁に使うものじゃないので、とりあえずケースを白にしたくて使ってます。で、こちらはセリアで購入できます。続いてこちらの袋なんですけど、これも動画で紹介した商品で、生ゴミとかを入れる用のね、シンクで使う袋になってます。こうね、開くと、そこにたくさん穴が開いてて、ここでね、水切りができます。お料理するときは、これをシンクに置いて、出た生ゴミをバーって入れて、で、最後ね、こう軽く、キュッと絞って、で、袋に入れたりして、ポイってするようにしてます。まあ、これは今年買ったものなんですけど、まあ、別になくてもいいけど、あったら便利かなっていう商品やったんで、紹介させてもらいました。続いてこちらの容器になります。これね、今中はラー油入ってるんですけど、このボトルはセリアで購入しました。キャップも白くて、見た目もね、すごいスリムで、スタイリッシュなので、今はね、これを気に入って使ってます。続いてこちらの調味料ケースになります。これもね、動画で紹介したんですけど、我が家の調味料はすべてこのセリアに売ってる調味料ケースで揃えてます。でもね、すごい使いやすいし、見た目もね、シンプルなので、おすすめです。で、冷蔵庫で使ってるものも紹介します。こちらも調味料ボトルなんですけど、こちらもセリアで購入できます。冷蔵庫の中のね、タレとかはね、全部このボトルで揃えてます。あんまね、液だれすることはないので、使い終わった後もね、結構洗いやすいので、私はね、気に入って使ってます。続いてこちらのケースなんですけど、これも今冷蔵庫で使ってて、今ね、ちょっと中入ってないんですけど、子供たちの神のね、こう、ジュースをいつもここに並べて入れてます。それがね、すごいぴったり入るんですよ。あの、アンパンマンのね、ジュースやったりとかが、ぴったり入るので、これにね、入れて収納してます。最後ですね、こちらのマヨネーズとケチャップのスタンドになります。買ってよかったなと思う商品で、マヨネーズとケチャップだけは、容器にね、移し替えないようにしてるんですけど、まあ、頻繁に使うものやし、マヨネーズとかを容器に入れちゃうと、出しにくくなるので、ケチャップとマヨネーズだけはこのスタンドを使ってるんですけど、冷蔵庫のドアポケットにもすごいぴったり入るので、これはね、すごい買ってよかったなって思う商品です。はい、ということで、以上になります。結構ね、こう、100均で購入して良かったものを紹介してほしいっていうコメントが多かったので、もうね、今年も終わってしまうということで、紹介させていただきました。今ね、紹介したものは、ほんまに買ってよかったなって思ったし、リピートしてる商品ばっかりなので、よかったら皆さん参考にしてみてください。今日はキッチンのものやったんですけど、他で使って良かったものとかも撮影しようと思ってるので、待っててください。それでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。See you. キッチンのものやったんですけど、また、他、なんて言ったらいいかわからない。